こんにちは、楽うまゆかりご飯チャンネルのゆかりです。このチャンネルでは時間をかけずに美味しい料理を作りたいという人のための楽うまレシピをご紹介しています。今回は忙しい朝におすすめのマグカップと食パンで作る簡単朝ごパンレシピをご紹介します。先日マグカップで作るカルボナーラご飯のレシピをご紹介したんですけど、今回は食パンを使った朝はパン派の方におすすめなレシピです。全部マグカップにわっと入れてチンするだけであっという間に作れるので、もう朝眠くてまだ半目な状態でも作れるぐらい簡単なレシピです。もう寒い季節はなるべく朝は寝てたいという方にぜひおすすめです。材料はこちらです。はい、今回まずマグカップにしめじを入れます。はい、これもデジャブがすごい。の時もしめじ使いましたけど、こういうカット済みのしめじってなるべく包丁を使いたくない朝にすごくおすすめです。で、今回しめじ使いましたが、代わりにブロッコリーを使っても美味しいです。で、ここにソーセージを切って入れていきます。はい、ソーセージ入れたらふんわりとラップをして600ワットのレンジで1分加熱します。これ5分で作るのでわーっと作っていきます。はい、電磁加熱したら今のマグカップの中にトマトジュース入れていくんですけど、それだけだと味がつかないので、顆粒コンソメを混ぜておきます。トマトジュースと顆粒コンソメだけで美味しく味が決まりますので、忙しい朝って調味料いろいろ用意するのも大変かと思いますので、そんな時はこの組み合わせおすすめです。牛乳とコンソメの組み合わせでも美味しいです。で、その場合ちょっと醤油入れた方が味が締まって美味しいです。はい、1分加熱しました。開けました。で、加熱したらここに食パンをちぎって入れます。ちぎるんです。ここでもどこでもちぎって入れるときにちょっと下の具がですね、上にも来てるといいので、そこはちょっといい感じに、あ、わかった、わかりました。コンソメとトマトジュース混ぜたところに一回入れちゃいます。わあ。で、入れたらここが開きますので、ここに食パンをちぎって入れます。ちょいちょい入れてあげるとですね、下の方にも具がいって、いい感じになります。で、食パンを詰めたら、トマトジュースとコンソメ混ぜたやつを注ぎ込んでいきます。上の方のソーセージたちをちょっと見栄えよく配置してあげて、ね、このままチンしても美味しいんですけど、ここにあればカルシウムをプラスします。お、栄養バランスが良くなった。はい、ピザ用チーズを散らすとトロッととろけて美味しいです。量的には 10g からが目安です。で、あとはこちらをですね、600ワットのレンジで1分加熱します。まだ5分経ってないです。加熱後にここに黒胡椒を振ります。あ、もしくは胡椒を振ります。そうすると香りが良くなって美味しいです。運よくパセリがあった場合はパセリも散らします。で、今回包丁使いたくないので、手でブチブチちぎって散らします。もうすでにこれで美味しいんですけど、あればオリーブオイルをかけると香りよく仕上がります。さらりと回しかければ OK です。はい、5分で完成しました。これなら、忙しい朝でも作れるんじゃないでしょうか。こちらです。はい。出てるかな。はい、これはですね。今度はってすごい続いてる感じですけど、忙しい朝にマグカップ一つで簡単朝ごパンレシピなんですけど、はい、朝ごパンです。先日カルボフご飯ご紹介しましたけど、はい、今回は朝ごパンということで、はい、パンのレシピにしてみました。はい、ありがとうございます。ぜひ食べてみてください。はい、いただきます。はーい、美味しいです。これ5分で作ったんですよ。はい、本当に5分で作ったんですか？本当に5分で。この動画撮る時も、はい、自分に5分で作るっていうのを課して誰も見てないのでだからちょっと焦り気味で進めてたかも。でも朝の5分で本当に貴重というか、1分1分貴重なので、その時間を短くできるのがすごいいいですね。おっしゃる通りです。ありがとうございます美味しそうだなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。